は？え？え？え？なんか俺、え？なんか俺300 V バックス没収されてんだけど嘘でしょ、減ってるわ。おい、ないなってるって。 300V バックス嘘やろ。まあね、今ねちょっとなんで V バックスが没収されたか調べてみたんだけど、今ね V バックスをね、 300V バックスを無料でゲットする方法っていうのがあったよね。まあやり方が、エルダースクロールズが今無料でゲットできて、それを2回購入すると 300V バックスがね無料で配布されるんだけど、なんとその 300V バックスをゲットした人が全員は 300V バックス没収されてるらしい。だからね、多分なんだけど 300V バックスが配布されてすぐにアイテムショップでアイテム買った人とか、その 300V バックスを使ったあるアイテムを購入して、で今ちょうど今返品したらね 300V バックスが没収されるみたいなことはないと思う。まあ、今ちょうど返品したらね、やっぱりあの 300V バックスもらえたのはバグだったみたいだね。マジか。俺的には全然良かったと思ったんだけどね。だからもう多分 300V バックスもゲットできないんじゃないかな。まあそういう感じで、なんとね今ね一部のプレイヤーが運営によってね、あの V バックスが没収されてるらしい。